皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。パリ五輪、卓球女子団体、決勝、日本ゼロの3中国、10日、パリナンアリーナ。世界ランク2位の日本は、同1位の中国と対戦。0勝3敗で敗れ、2大会連続の銀メダルとなった。中国は5連覇を達成した。写真。 表彰台で3チーム記念撮影早田と孫英佐が自然と肩寄せ合ってるやはり中国の壁は厚かった第一試合は早田ひな張本美和のダブルスであと一本まで追い詰めながら逆転負け平野美宇張本美和のシングルスも序盤は前戦しながら敗れたストレートで敗れた日本の3選手に涙はなく表彰式でも笑顔メダル授与が終わると 中国の孫英イサから促され、表彰台の頂上でメダリスト3チーム一緒に記念撮影も行った。ライバルとはいえ、国際試合で試合を重ね、よく知る間柄。早田は孫英イサの頭の上についているゴミを取ってあげる場面も。SNS では、ほほ笑ましい、孫英イサの頭についてゴミを取ってあげる早田、フレンドリーすぎる孫英イサ、こういう気遣いできるの素敵、 早田ひなと孫エ佐の「絡み尊いな」などの声が上がっている「どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです」また次回お会いしましょう。